はい、みんな、サウンドテーブルテニスということで、本日もゆで卵を茹でといてね。はい、もうそろそろ茹だったかな。はい、それでは早速薬局ですね、始めてまいりましょう。ゆで玉揚げ、これね、生じゃないよ、ゆでだよ、今日は。好きなよと言えずにサバカワサバカワということでね、本日はね、サバ缶料理研究家のまかないがお届けするサバ缶サンドですね。はい、もうサンド、パンに挟むだけよこれ。まあね、簡単だから。それでは早速薬局でスタートしましょうか。玉ねぎ用意してね、あとゆで卵ね、はい、ゆだりました。はい、そしたらね、サバ缶ですね、はい、こう開いてね。で、この汁もさ、今日はね、スーピーで、サンドイッチのお供スーピーでね、使います。ね。はい、こんな感じ。ね。これよく絞った方がいいね、これね。ガツンガツンパッカラやと。ね。はい、そんでこの身の方を、ね、あれよ、サンドウィッチの原材料にします。ネタにします。ね。はい、水を思いっきり絞ってくださいね。ドゥルンドゥルンになっちゃうんでね。はい、したらね、これはその辺に転がしておきましょう。あとでスーピー作るからね。はい、したらボール用意していただいて、サバカーンですね、入りました。ガツンガツン、ツリリンロンですね。はい、そうしたらネギ玉、ね、玉ねぎ、まあ少々、ね、第5分の1ぐらいでいいんじゃないみたいな。ね、はい、適当に切りましょう。ね、ガツンガツン、スライリンギーですね。はい、こんな感じです。で、ボールの中にスコルバー、キンコンカンと。あとね、ピクルス使うんだけど、なきゃ入れないでいいわ。ね、で、まあこのピクルスちっちゃいやつ2本ぐらいでいいかな。あ、3本とか3本でいいか。ね、これなかったら、あれでもいい。ラッキョ。ね。塩ラッキョじゃなくて、酢ラッキョの方ね。はい、これもね、ガツンガツンとね、切っていきましょう。ちょっともう、長年まかない道場を見てる方は、この材料ってあれに似てるんでねえのみたいなね、感じでそろそろ思い浮かんできたんではないでしょうか。ね、はい、そしたらこれもね、ボールの方にスコルバ、キンコン、カーンですね。はい、入れましょう。はい、こんな感じになりましたよ。はい、そしたら玉揚げですね。はい、玉揚げ、はい、入れましょう。ね。はい、こんな感じで、あとはこれにブラックペッピー、あ、シャンシャン、シャシャン、シャシャシャンシャン。まあね、ブラックペッピー好きなだけ入れてください。はい、そうしたら、マヨネーズね。マヨネーズ。まあ、パンに挟むんで、ドゥルドゥルにならないぐらい、あんま入れちゃうとなんかもう液体っぽくなっちゃうんでね、ほどほどに入れてください。はい、そしたらね、はい、辛子ですね。はい、練り辛子、これなんで入れんのっていうことなんですが、味がギュンとね引き締まります。はい、それではね、これを混ぜ混ぜ混ぜティー混ぜリーネ、もう出来上がりだから、あんね。はい、それではこれらの材料をね混ぜていきましょうかね。サバ缶よく潰しちゃった方がいいね。やっぱサバ缶は結構さ、いい油、魚の油ね、あの DHE だっけ、ドコサヘキサエン酸とかね、もう一つなんか入ってますね。知りたい方はね調べてください。はい、こんな感じでね、ガツンガツンね練っていきましょう。ガツンガツンで、これ何に似てるのっていうことなんですが、あれよ、タルタルソースね。タルタルソースの作り方知りたい方はね、もう自家製で本当美味しいのできるんで、買ってこなくてもね、お安く、まかない道場タルタルソースで調べてください。ね、ガツンガツンパッカリ寄せですね。もうちょっと弱めにさってもいいかね。じゃあちょいとね、はい、こんぐらい足しましょう。あんまりドゥルンドゥルンにしないでね、ドゥルンドゥルンにね。玉ねぎからも水分出るんで、今日はね新玉使いましたね、旬なんでね。はい、こんな感じで。で、最後に、レモンね。レモン一絞り。ね。これ決めてよ、これ。あ、ね。なんか、ツリーのすけと。はい、したらね、ネリーね。あ、いい香りになっちゃったな。これ、いい香りになっちゃったな、これな。はい、あとはね、これ、パンに挟んで完成となります。非常に栄養があってね、体にもいいもんばっかり。玉ねぎのアリシン。ね。サバ缶の、なんだっけ、DPA じゃなくて。ドコサヘキサエン酸だと DHA だね。はい、それではね、ちょっとパンに挟み込んでまいりましょうか。はい、それではですね、早速薬局ですね、パンの方に挟んでまいりましょうか。今日8枚切り買ってきたよ、これ。ね、サンドイッチはこんぐらいの方がいいんじゃねえみたいな感じですね。はい、出して、ね。はい、とりあえずこれ全部作っちゃうんだけど、ね、塗っていきましょうか。
バター塗りたい人はね、ここでバター塗っといてくださいね。はい、こんな感じでね、ガッツンガッツンツリリンロンですね。ガッツンガッツン、ちょっと目が荒いな。うん、もうツですか、ね、ガッツンガッツンツリリンロン、真ん中辺にねかましてください。あとで切るときにね、これバカとね端っこの方まで入れちゃう、出ちゃうんでね、真ん中辺だけで OKOK メリー OK ですね。はい、こんな感じでガッツンガッツンツリリンロンですね。いやいや、これ安くてうまいのよ、サバ缶サンディこれね。テレレテテレレテ、さわやかな日曜とね。はい、そしたらね、レタースかなんかね、まあお好きな野菜ね、がっつりだと。でこれ合わせるだけよ、そころば均衡感とね。はい、こんな感じになりましたよ。はい、そしたらね、全部いっちゃうこれね、さわやかな日曜。はいはい、レリリリリ、星野誠さんお元気ですかい？うるさいからね。はい、今日はスバンあスバンあスバンあスバンシンハンディーとね。はい、したらね、トマトでも少し入れるかみたいなね。トマト薄切りにしてね、ガツンガツンツリリンロンとね。はい、レタス入れて、トマト入れて、私のためにトマティしないで、もうこれいい、スコルバキンコンカジョーね。はい、こんな感じで、あと2つだね。うん、じゃあちょっとね、あと2つ作っちゃうからね。まあ同じだから、これ塗るだけだからね。はい、じゃあやっちゃいますよ。はい、ということでね、サンディ1ですね。今日は、まあ耳取りたい人は耳取ってください。ね、私そのままで OKOK、ベリー OK なんでね。はい。じゃあこんな感じでね、これオーソドックス切りだね。三角形みたいなね。はい、これさらに切って食べやすくしちゃおうぞみたいな。切り方としては、こことここを押さえる感じ。こんな感じ。で、包丁を、行ったり来たりの、繰り返しあなたの、こんな感じよ、ね、これだけ。ちょっと作りすぎたんじゃねえのこれ、もう大丈夫これ。カモメが飛んだカモメール、はい、完成です。ちょっとお前作りすぎだよこれね。まあいっか、じゃあテーブルの方にね運んで食してまいりましょう。その前にスープ作っからあ、ね、はい、ということでね、サバ缶汁ですね。はい、これでスープ作っていきましょう。かなり味濃いんでね。はい、新玉ねぎね、さっきのやつね少し入れましょう。はい、そうしたらこれをね、水でいいよ、うちはまあ黄金だし使っちゃうけどね。はい、がっつりだとね、これ伸ばしましょう。かなり濃いんでね。はい、そうしたらね、はい、レタスとかも余ったやつガッツンガッツン入れちゃいましょうね。はい、そして添加え、はい、ですね。はい、あとはね、ガッツンガッツン作るのは待ちましょう。はい、ということでね、だいぶガッツンがつきましたね。はい、味付けに入ります。ね、ブラックペッピー、シャンシャンシャンですね、少々です。はい、そしてこの、だし、水に対しての、まあ 1% ぐらいのしない、1% 弱ぐらいでいいかな、今日はね。はい、こんなもんでいいかな。もう見える?少ねえか、もうちょいだな。はい、こんなもんでいいかなみたいなね、感じです。新玉ねぎ生で食えるんでね、レタスも生で食えるんで、まあまあシャキシャキ感があってもいいんじゃねえって感じですね。はい、そしたらね、ここで鶏ガラスープの素ですね。まあサバから結構ね、イノシン酸っていう旨味成分がガツンガツン出てると思うんですが、さらにね、ダブルイノシンでいきましょうみたいなね。はい、そしたらね、醤油一回しね、はい、こんな感じで仕上がりを、簡単だねこれね。うん、ちょっと味見してみますかね。はい、味見ですね、味見いただきます。うん、美味しいね、美味しい、最高よ。ただね、一煮立たして、もう完成とさせていただきましょう。はい、一煮立たちですね、したんで完成とさせていただきましょうね。はい、器の方にね、ガツンガツンパッカライナとね。いやー、このサバ缶汁って結構うまいんでね、捨てない方がいいよこれね。捨てたい人はめんどくせえから、おいいよ俺捨てるよって方はね、捨てちゃってもよろしいかもしれませんがね、無駄なし、まかない増長的にはね、ぜひね、活用してやってくださいね。はい、これモーニングでいいんじゃないのこれ、スーピーアンドサンドでね、あっちのおねお。はい、テーブルの方に行って食してまいりましょう。
はい、ということで、ただいまですね、テーブルの方に、サバ缶サンディですね、運んでまいります。それでね、早速やっていく、いただいてみましょう。ちょっとね、野菜添えるとかっこいいですね。はい、いただきます。こんな感じ。まあだからツナサンドみたいな味だよね。でもサバ缶のがさ、あれ99円ぐらいなんで、全然ツナ缶ちっちゃいのを1個買うより安いんじゃねえみたいな。大量に作れないしね。8枚切り全部ね、作れるぐらいの料理になりますんでね、お安く美味しくみたいな、ね、感じモットーですね。いただきます。最高よ。たまんないね。やっぱピクルスがやっぱ入るとグンとグレード上がるね。ピクルス安いんでね。ピクルスの作り方知りたい方は、上の検索あったっけな、確かあったと思ったんだけどね。ピクルスまかない道場かなんか調べると、いろんなお野菜のねピクルスの作り方出てきますんでね、よろしく。哀愁ベイビーです。熱いな、これスープです。おいしい。これさ、パン2枚分じゃん、やばいね。あとどんだけさっき作ったの冷蔵庫にしまっちゃったんですかみたいな感じ。パン2枚でだから8枚だから4人前ぐらいこれできちゃうんだよね。でスーピーもできるじゃん。これ朝いいんじゃないの、お父さんお母さん栄養あるしね。血液サラサラ効果抜群の新玉ねぎ&サバ缶だからね。頭も良くなっちゃうサバ缶だから、まあこれ朝いいんじゃない。まあ俺朝食わないんだけど。いただきます。トマトもいいね。何うめえな。というのです。よくなんかサバ缶料理アップするとさ、骨とか気にならないですかって言われますが、もし骨とかあったら潰しちゃってガンガン混ぜれば全然気にならないからな。おいしい。はい、ということで本日も最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、サバ缶研究家まかないがお送りするサバ缶サンディですねの作り方ね、非常にお安くね大量にできるんでスープまでできちゃうっていうね、感じなんで、ぜひね、お試しください。そして皆様に一つお願いがございます。動画アップのモチベーションを維持するために皆様は高いグッドマーク一票入れていただければ幸いかと思われます。そしてもう一つ、よくコメント欄にね、いろいろリクエストをいただいております。例えば新玉ねぎ料理を教えてよとかね、ピクルスの作り方を教えてねとかね、トンテキの作り方を教えろよとかね、いろいろリクエストを、ね、いただいておりますが、もう大体ほぼほぼ網羅しておりますんで、もう多分2010何本の動画ありますんでね。長くやってるよ俺もね。だからリクエスト入れる前に上の検索ボックスね、虫眼鏡マークの横のね入れるとこスペースがあるんで、そちらでね、サンドイッチまかない道場、サンドイッチも結構あるよこれ、カレーまかない道場とかね、焼きそばまかない道場とかね、まず入れてね、検索してください。そしてもしなければね、コメント欄にこの作り方がちょっとなかったの教えてくださいとかね、教えろよってね、コメントしていただければね、もう速攻お答えしますんで、検索の方もよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。またお会いしましょう。最後までご視聴誠にありがとうございます。もうサバ缶サンド最高よ。じゃあね。